猛暑日の年間日数が昨日で58日となり、全国最多の記録を更新している福岡県太宰府市。今日も午前11時過ぎに最高気温が 34.5 度を記録し、厳しい暑さとなっています。なんかジリジリします。焼けてるって感じします。プラス5度ぐらいの感じします。もう駅着いてからもう暑さが来ましたね。もうすぐ帽子かぶりました。今日の予想最高気温は福岡県久留米市と佐賀市、大分県日田市で37度となっています。気象庁と環境省は近畿から九州にかけて15の府県に熱中症警戒アラートを発表していて、こまめな休憩や水分補給を呼びかけています。